ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継、今日は青島からです。去年青島にオープンしたフィッシャーマンズ漁師の牡蠣小屋がリニューアルオープンし、淵上アナウンサーが出かけています。淵上さん。はい、その噂のお店にやってきました。実はこちらのお店、私が去年の4月にふるさと中継で紹介した場所だったんですが、その時はじゃん、このようにテントでの営業だったんですね。それがご覧ください、このように新築2階建てでリニューアルオープンされたんです。いや本当にこの牡蠣小屋と肉小屋の大きな文字が目に留まるんですよね。それでは中はどのようにリニューアルしたかといいますと、このようにいや本当たくさんの方でにぎわっていますよ。本当広々とした空間なんでたくさんの方が入れるんですよね。そして磯の香りと、あと炭火焼きの香ばしい香りが広がっていてお腹が空いてきます。さあ、こちらのご案内は西さんです。リニューアルオープンおめでとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。なんといってもこちらのお店の魅力は新鮮さですよね。そうですね、僕もそうなんですが、漁師は経営するお店なので、はい、取れたての新鮮な魚が揃っています。いや今朝取れたばかりでもう光ってますもんね。うん、そうですね、はい、そしてリニューアルした部分というのはどういったところなんでしょう。また野菜コーナーも充実していて、はい、早や小林から旬の野菜を直接仕入れています。そちらを購入することもできて、またこちらで焼いていただくこともできるんですよね。それではこちらのおすすめメニュー教えてください。はい、今日は名物のタワー盛りをご用意しました。はい、それがこちらなんですが、3段もあるんですか。そうですね、これ何ですか。そうですね、こちらは特盛り海鮮タワーです。はい、上から赤エビとおにぎりに、はい、ヒオウギガイ、サザエなどの貝類、はい、そして真アキが10個です。うわ、このボリュームでこの価格っていうのお得ですよね。うん、そうですね。ということでやっぱり牡蠣小屋ですから自慢の牡蠣をいただきます。ちょっと取らせていただきます、ね、こちらで今炭火焼きで焼いていただいてるんですが、ほら見て、この湯気とこのプリップリの大きな牡蠣、やけどしないようにしっかり冷ましていただきます。時間かかりそうです。気をつけて、いけるかな。生中継です。赤、うん、あ、うわっ、赤いプロプロのクリーミーさ、これが美味しいんですよね。そうですね、たまらない。あと大きい、本当にボリュームがありますよ。さあ、そしてこちら牡蠣小屋というだけではなく肉小屋でもあるんですよね。はい、そうですね、はい、それがこちら。そうですね、こちらが特盛肉タワーです。はい、すごい、これも上から赤エビとおにぎりに、はい、鶏、ウインナー、ジャンボ牛タン串、牛肩ロースに豚バラ肉です。これまたボリュームがあって、見てください、この牛タン串、あのカメラマンもちょっと撮るのが大変なぐらい大きいんですけれども、これすごいですね。お寿司量重いんですよ。そうですね、これ 150g ありまして、小さなステーキ1枚分です。では私も豪快にいただきます。これは大きいですからね。うん、うわ、大きかった。いや、これ噛めば噛むほど味わい深いですね。もうこれだけでも大満足なんですけれども、もっともっと食べたいわがままな方のためのメニューもあるんですよね。そうですね、たくさん食べたい人は牡蠣、海鮮、お肉の食べ放題60分間がご用意しています。ぜひご利用ください。いや、これ本当にお得ですから皆さん